皆さんこんにちは。岡山ですね。今 JR 西日本岡山県の岡山駅に来ております。ただいまの時刻午後8時ということで、今から東京の方に向かいます。でも岡山から東京に行く最終新幹線のぞみ64号だと、確か20時30分過ぎかなに岡山を出発して、0時前23時40分ぐらいに終点の東京に到着するんで、まあ、今からねまだ新幹線使えば本日中に東京にたどり着くことはできます。ただ今回ですね、新幹線は使わずに夜行バスを使って東京の方に移動します。で、本日乗るのは JR の高速バスではなくて、今回桜観光というところから予約したんだけども、かご旅ライナーと呼ばれる高速バスですね、こちら使っていきます。で、この高速バスは岡山と東京で、最終目的地は千葉だったと思うんだけども、岡山を20時40分に出発して、東京には朝なんと6時前に到着します。5時半過ぎかなに東京に到着するということで、岡山対東京の最速達便となってます。寝台特急サンライズ瀬戸号、サンライズ出雲号はこの岡山を22時34分に出発するんだけども、それを使っても終点東京には7時8分着ということで、サンライズだとちょっと間に合わないって方、まあ、今回僕まさしくそれで、朝6時台のね東京からの新幹線に乗りたいので、今回この高速バスを選択しました。かご旅ライナーで、この高速バス、まあ、東京に到着するのが早いっていうのがまあポイントなんですけども、それ以外にね料金がめちゃくちゃ安い。本日ね、昨日乗車券買ったんだけども、片道なんと3500円です。3500円ってすごくないですか。3500円で岡山から東京まで行くことができる。で、しかもね到着は5時台に着けるということで、まあ人によっちゃねかなり重宝するバスになるんじゃないかなというふうに思います。もちろん4列タイプなんですけどもね、今回このかご旅ライナーの紹介です。よろしくお願いします。岡山駅から発着する高速バスっていうのは、基本的には西口側からの出発ですね、まあ、どっちかというと東側の改札の方が、まあ、栄えてるといったようなイメージ。で、集合場所が ANA のクラウンプラザホテル岡山なんで、この連絡橋を使ってもらうと目の前にあるホテル、ここがね ANA クラウンプラザのホテルですになってるんですよね。本当の高速バスターミナルは今僕が立ってるそのすぐ下なんですけども、こっち側からの出発ということで、どこにあるのかな、あれかな、なんかあそこにバス停らしきものが見えるんですけども、おそらくあれかもしれないね。ちょっとあっこまで行ってみましょうか。に20時30分出発の10分前までに来てくださいというふうに書いてました。やはりここが高速バスの乗り場になってるみたいです。高速バス乗り場って書いてますけども、有名なバスばっかりですね。オリオンバス、 SHB 杉崎観光のやつかな、で、ヴィラエクスプレス、ジャムジャムライナー、キラキラ号、これ初めて聞いたね。 KB ライナー、これも初めて聞いたわ。で、一番下に出てます、これがかご旅ライナーです。運行会社は武井観光というところが運行してるみたいですね。広島駅から来るバスで岡山を経由して東京駅で、最終目的地は千葉駅。出発時間は20時40分です。これ他のバスもね多分全部東京行きなんだけども、見てもらったら分かる通り結構ね時間早いですよね、出発は。あ、でもここ20時10分発だね。でもね到着はこれより早いんですよ、かご旅ライナーの方がね。はい、まあ、そんな感じになってます。4列タイプのバス、片道3500円です。いやー、どんな感じかな、ちょっと楽しみですね。まあ、最近結構 JR バスはしょっちゅう乗ってるんだけども、それ以外の高速バスっていうのはあんま乗ってなくてね、でそういうのもいろいろ乗ってくださいとかって言われてるんで、ちょっと攻めていこうかなっていうふうに思ってます。で、まあ、近くにローソンがあるんで、まあそこで飲み物とかのね調達とかはするといいと思います。座席指定できなかったんだよね、ネットから予約するとき。まあ、それちょっと残念だったけども、まあ仕方ないね、しばらく待ちましょう。というわけでバス到着です。武井観光ですね、千葉、東京と岡山、広島と出ております。こちらで今回は東京まで向かいます。すごくおしゃれだね、可愛らしいデザインのバスです。ナンバープレートを見る感じは千葉県のナンバーになってるみたいですね、はい、千葉ナンバーの2となってます。アーノ2ですね。武井観光かご旅ライナーです。岡山駅からは15人ぐらい乗るかな、結構な乗車率。本日ね水曜日ですからね、平日なんですけども人気ですね。受付を済ませて車内入りました。まあ、今回ギリギリにね乗車券買ったということもあって、指定された席は通路側です。まあ、今回ほぼ満席での運行ですからね。広島から乗られた方ってのもかなり多くてね、すでに僕の隣にはね人が座ってらっしゃいました。これ嬉しいのがね、窓側と通路側のところにカーテンがついてるんですよね。なので隣の人とね目が合ったりするようなことっていうのはありません。これ結構ポイント高いですよね。あ、そうそう、大事なこと言っときますけども、この車両トイレついていません。トイレないのでね、ご注意ください。テーブルと、あと USB ポートが各席についてましたね。コンセントはありません。で、フットレストもね、ついてます。まあ、この辺の設備はね、十分なんじゃないかなと思います。トイレがない代わりに、まあ、休憩箇所、サービスエリアっていうのも2時間に1回ぐらい泊まっていってくれると思うので、まあでもそれでもやっぱりトイレがないと心配って方にはね、あまりお勧めできないですね。でこの車両は10列しか席がないということで、足元かなり広々しています。20時40分定刻通りに岡山駅を出発です。
お待たせいたしました。この度はカゴ食べライダー802に、並びり竹観光バス、これご乗車いただきましてありがとうございます。ご担当いたします、千葉市になります、竹観光と申します。乗務員佐久間との運営交代で、休憩と仮眠を取りながらですね、皆様の目的地までご案内させていただきます。安全運転に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。まずシートベルトの着用をお願いいたします。窓側のお客様、黒のベルト、外側のお客様の灰色のベルトです。座席と座席の間から引き出していただきまして、腰の上を通して引き出して反対側にバックルのポケがございますので、そちらに音を忘れるまで差し込んでください。事故回避、危険回避のため、急ブレーキ、急ハンドルを切ることがございますので、このバスは、東京千葉行きでございます。まず明日の到着時刻ですが、東京駅梶橋バス停には明朝5時42分、終点千葉駅北口には6時45分の到着予定です。道路状況、気象状況によりまして到着の前後することがございます。大幅に遅れる場合は、到着の目処がついた時点でマイクを通じてご案内することがございますので、あらかじめご了承ください。それから休憩に関してですが、この後1時間半ほど走りました兵庫県にあります2期サービスエリアを最初のトイレ休憩とさせていただきます。その後ですね、おおむね2時間から2時間半に一度のペースで取ってまいります。三木サービスエリアを出ましたら、次は三重県にあります長島サービスエリア、その後静岡県にあります清水サービスエリアの、この後ですね、東京駅梶橋バス停到着までに3カ所予定しております。この後取り回ります三木サービスエリアでは遅い時間で恐縮ですが、お食事を取られてない方、それからお土産など買われるお客様いらっしゃるかと思います。25分から30分ほど通りさせていただきます。その後はですね、長島パーキングエリアと清水サービスエリアでは10分から15分程度の短めの休憩しか取りませんので、ご用のあるお客様はこの後泊まります。三木サービスエリアをご利用ください。三木サービスエリアでは、岡山駅出発して1時間30分経ちました。兵庫県の三木サービスエリアに到着です。ちょうどうとうと、仕掛けてた頃に、到着という風になりましたね。ここで30分間停車するということで、晩ご飯食べてない人とかは食べたりすることもできます。この三木サービスエリアは結構大きいですよね。規模としてはね、かなりデカデカとした空港になってます。だいぶ夜になると寒いですね、この辺りもね。いろいろありますけども、別にもう晩ご飯は今日食べてるんで、特にね食べたりすることはないんだけど、はい、中はこんな感じ。お土産屋もあるし、フードコートもあります。こんなところでもね、伊勢名物の赤福っていうのを売ってるんですよね。伊勢名物というか、関西地方とかだとどこでも見るんで、関西名物より名前変えた方がいいんじゃないかなって思いますけどもね。そのレベルでどこでも売ってます。食券のメニューとしてはこんな感じ。世界一忙しいラーメンセットとかあるんだね。世界一暇なラーメン屋だったら、知ってるんだけどもね、大阪にある。うまそうだな。でもこれ世界一暇なラーメン屋と兄弟店舗のような感じさえするね。うわ、30分の、休憩とかあるんだったらここで食べればよかったね。しまった、岡山で晩ご飯食べちゃいました。あとは、コンビニとしてね、セブンイレブンがあったりしますね。
というわけで外に出てきましたけどもね、このサービスエリアを出ると完全消灯となるみたいです。今までの状態だとまだ点灯された状態だったんで、非常灯とかはついてたんだけども、ここから先は全部消えるみたいですね。でこの先あと2箇所休憩箇所っていうのがあります。まあ、トイレがねやっぱ近い人にとってはトイレないバスなんでちょっときついのかなって思うんだけども、まあ、僕とかは全然大丈夫ですかね。今の時間が10時半前なんで、まあ、あとあれですね、7時間ぐらいで東京駅に到着ということで、かなり早いですよねやっぱりね。そんな風に思います。でも寒いんで車内入って寝る準備します。日付変わりまして、ただいまの時刻0時50分です。バスは伊勢湾岸自動車道ですね、三重県の湾岸長島パーキングエリアに到着いたしました。近くにはね長島スパーランドとかってのもあって、僕ねここは何回も来たことがあるパーキングエリアです。まあ、パーキングエリアということで、まあ、自動販売機とトイレぐらいしかありませんね。まあ、小さなお店とかもあるみたいですけども、24時間はやってないみたいで夜は営業していません。まあ、あと5時間でね東京に到着ということで、案外東京って近いなっていうふうに正直思っています。でまあ、バスなんですけども、まあ、4列シートで今回隣にも、ね、人いらっしゃるんですけども、まあ、全然、ね、普通じゃないです。まあ、隣の方も、ねまあ、そんなにがたいが、ね、しっかりしているような方ではなくて、まあ、僕と同じぐらいの小さい方なんで、やっぱり隣の人によりますよね、4列シートとかっていうのは。まあ、そればかりはもう、ね、仕方ないことなんですけどもね。で、まあ、非常に車内も静かですしね、なんか夜中に、ね、なんか大音量で音楽聴いたりするような人とか、何か食べたり、ね、してるような人っていうのも特にいないので、めちゃくちゃ快適になります。車内もね真っ暗なんですけども、まあ、やっぱりところどころね、まあ、カーテン閉めてるといえど光っていうのが多少入ってきたりするんで、まあ、アイマスクとかっていうのは高速バス乗るときはねあるといいと思います。はい、そんな感じです。ということで向こうのねサービスエリアじゃなくてパーキングエリア出るともうバックスに入ろうかなというふうに思ってるんで、まあ、次の多分静岡県の清水サービスエリアでは起きないと思いますけどもね、あと5時間乗っていこうと思います。休みのところ失礼いたします。大変長らくのご乗車お疲れ様でございました。まもなく東京駅梶橋駐車場到着でございます。どなた様も落とし物お忘れ物がございませんようご準備お願いをいたします。走行中立ち上がりますと大変危険でございます。棚の上にお荷物を置かれているお客様は到着後バスをお降りの際お取りいただきますようお願いをいたします。はい、というわけで東京梶橋駐車場に到着です。ここね敷地内は撮影禁止なんで外に出ております。もうねこの梶橋駐車場も間もなくね東京駅に新しくできていますバスターミナルの方に今どんどんとバスねいろいろ集約されていってるんで、まあ、この梶橋駐車場っていうのもね今後廃止される予定です。はい、ということで今回ねカゴ旅ライナー使ってきましたけども、やっぱ早いよね。岡山8時40分に出て今ね5時35分なんですよね。めちゃめちゃ早いなというふうに思います。途中休憩箇所が30分15分15分で1時間合計あるんで、それを抜くとね多分走行してる時間帯だけで考えると寝台特急サンライズ、セットサンライズ、出雲号よりも早いんですよね。岡山東京の所要時間が普通にすごいなというふうに思います。で、まあ、乗ってる時ね結構スピード出して走ってるなっていうのは、まあ、もちろんね新東名高速とか120キロまで出せるんですけども、感じてて普段ね乗ってる JR バス大阪東京線とかよりもかなり、まあ、急いで走ってるなって感じは正直ありますけども、まあ、でもねこの5時半に着けるっていうのはもうシンプルにすごいなっていうふうに思います。まあ、さすがね最速便っていうのを歌ってるだけあって結構便利なんじゃないかなっていうふうに思いました。でバスもね非常に、まあ、快適、めちゃくちゃ快適かって言われるとやっぱ4列シートなんで、まあ、そんなだいぶ快適って感じではないんだけども、まあ、足元は広々してる10列のタイプの車両なんで、その辺はねあんまり心配する必要ないのかなっていうふうに思います。というわけでバスはね梶橋駐車場を出発して千葉駅に向かっています。今回はですね岡山東京最速到着便のカゴ旅ライナーの紹介でした。3500円でねこれで大満足です。皆さんもねぜひ使ってみてください。またねいろんな高速バスっていうのは、まあ、世の中にはいっぱいあるんで、これからもねどんどんと攻めていきたいなというふうに思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、ちなみに梶橋駐車場から東京駅はもうまっすぐ行ったらすぐ着きます。